お願いして会えるようにしてもらったっていうのってこの体をくれたってことなんかなって感じはするけどね。おあ、いやあ、なるほど。だからコーヒー飲んだの初めてとか言って、そうそう、うん、まず好きだけあるって感じ。そう、飲めるものってか、その実体がなかったんじゃないのかな。はい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 。なんかそれこそさ、この子も、うん、その柏田の研究の生物の一人なんかなっていう。あ、なるほど。研究、土星関係の子なのか、うん、人に近い土星人、種類的な生物なんかもしれんっていう。なんか台風なのかなとかも思ったけど、はい、あ、女性名が多いじゃん外国の。うん、うん、よしちゃん、好感度が上がって本名教えてもらいました。やったーやったー、そう、仲良くしててよかったわ。え、あ、関係ないか、じゃあ。まあ、1日目の最後まで教えないパターンも結構ありますね。ああ、の夜まで。好感度の賜物です。いや、今回めっちゃ仲良ししてるからさ。あの、まあ、探偵ポジがめちゃくちゃ警戒して、ロシと距離取ることも全然あるんですよ。うんうん、あ、まあ、でも。そうなんだ、まあ、割とちょっと離れてはいる気はするけど、うん、この中ではね。こんな可愛いこと。そう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 。まあでも逆、そうですね。くるみちゃんに教えなかったのでかかったかもしれないです。あ、私もうずいずい行くわよ。教えな。ガンガン言ってる。そうよ。いや、いや本名教えたことによってこれでキーパーがついポロッとロッシュって言いかけるのを何度も食いとどまってたのね。ああ、よかったわ。これから。しなくてよくなる。ちょっと出ちゃうのよ。そう、確かに出ちゃいそう。え、キーパーもこれロッシュは本名確定っていう。本名？本名、まあ見た感じそうだと思いますね。ああ、そっか。はあはあ。なんかありました？ロッシュ限界。ロシュ限界、ああ、ロシュっていう単語に対して PC が心当たりあるかどうかっていうのは判定、それを提案されれば判定がありますよ。ああ、まあ、EL のリアルイントがあったとしても、それが、このシナリオ上、それが最、なんだろう、適用されてるかは別の問題なんで。ああ、そうそうそう。情報として公開できるものかどうかみたいな。そう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 。そういう、なんだろう、リアルで、我々の現実そういう設定があったとしても、反映してるかどうかは別の問題なんで。あ、そっか。そう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 。戻ったわよ。もう、そうだ。だから、あれだ。深く考えるのやめよう。いや、でも、何が関係してるか分かんないですよ。いや、あの、ロシュ限界っていう、あの、確か、なんか、あの、物理学のなんか用語が確かあって、うんうん、よく知ってますね。はい、でも物理だし関係ありそう。天文学ですね、どっちかっていうとロシア。ああ、そっか。だったらなおさらなおさらエースコンバットやってる時に知りました。あの、なんだったっけ、なんか星と星がなんかこう近づける限界の距離ですね。あ、そうです。うわ、本当だ。形を保って近づける限界の距離をロシア限界。ロッシュ限界、心当たりありすぎる。だける。そうだから、なんかその土星のこともあるし、なんか距離のこともあるし、これなんかの隠語なのっていう。隠語。いや、土星なのかな。まあ、なんか PC がロッシュという単語に心当たりがあるかどうかを知りたければ、シナセッションが再開してからそういうのを提案されたら GM が判定を振れって言います。やっ、やってみる価値全然あると思うね。はいはい。はい、全員準備良ければ、うん、全員準備良ければ再開しますよ。はい、では再開しましょう。では夕飯を食べ終えたあなたたちは、移動手段何にするって言ってましたっけ？お昼ご飯。お昼ご飯食べ終わった。お昼ご飯食べ終わったあなたたちは、移動手段何で移動するって言ってましたっけ？電車でしたっけ？電車です。電車です。はい。では電車に乗り込んで。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。来るな、来るな、来るな。これ出現するかどうかの心配。そうだと思うわ。次は中央図書館、中央図書館。来ない。おー、じゃあ私たちは降りますね。うん、降ります。はい。あれ？あ、違う違う、そっちか。またあとでね。バイバーイ。
でまた後で。また後で。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。来るな。次は総合病院前、総合病院前。ああ、よかった。おお。いや、そういうことか、シークレットダイス。そう、そうなのね。何のことで、何そんな切れてるのかわかんないですけど。ピンときたわ。何そんな切れてるのかわかんないですけど。じゃあ、降りましょう。はい。じゃあ、どっちからでもいいんですけど、まあ、病院からやろうかな。はい。はい。ちょっとね、図書館は情報バーって出るんで、あ、当たり前ですけど。ではあなたたちは、赤霧総合病院へとやってきます。病院、ちょっと待ってね、今ページを探してるのでちょっと待ってくださいね。はい。 AED がある。ちゃんと病院えらい、こいつある。本当だ、自販機もある。まあ、えらい当たり前なのよ、リアリティが。ではあなたたちは赤霧総合病院へと到着します。外来受付が8時から11時だから外来はもう閉まってんな。あら。赤霧城総合病院にあなたたちは到着しまして、まあ、エントランスから入ってすぐの場所に簡易的な館内図が提示されているのが分かる。それぞれの区画の上には、診療科名が記載されており、赤霧総合病院内のフロア図が分かりやすく参照できるでしょう。うんうん、なんですが、この館内図のどこを探しても産婦人科はねえなと思うでしょうね。あら、産婦人科がない。うん、まあ、あとこの病院外来8時から11時なんですけど、なんかお客さんがいっぱいいます。あら、患者がなんかいっぱいいて並んでるなってところが、まあ、その2点が気にかかるところかな。そういった感じでしょう。産婦人科ないわね。ないですね。まあ、ただ確かに、くすみちゃんが言ってた通り、その産婦人科が、なんだっけ、鳩の産婦人科。そうね。うん。だから実際にはこの病院とは違うんだろうけど、あれかしらね、こう紹介とかなのかしらね。ああ。じゃあちょっと。受付の方とかいらっしゃるのかしらね。うん、聞いてみましょうか。まあ、ね、聞いてみましょうかね。はい。じゃあ受付にはスタッフがいますね。ごめんください。すみません。今ちょっと精神科医の方は結構並ぶことになるんですけど。あ、全然そういうのじゃないんですけど、あ、そうなんですね。鳩の左右産婦人科ってご存知です？はい。幸運どうぞ。あら、うん、では振っちゃダメ、ダメですね。はい。では、このスタッフはですね、鳩のさよという単語をあなたが出した瞬間に、見るからに機嫌が悪そうになります。あら、何ですか、記者の類ですか。過去の事件掘り返すのはやめてもらってもいいですか。事件、あ、いえ、私たち、うん、いえ、私たちはあなたたちに話すことはありませんので。え、係に来ただけなんだけども。あ、記者、え、私そんな見た目悪いかしら。なんかもうなんか取り付くシワもないような雰囲気になります。心理学触れますか。何の目的で。え、なんか怒りなのか、その、あ、怒りか、機嫌悪いか、うん、まあ、見るからに機嫌悪そうです。そうか、別の看護師さんとか捕まりますか。はい、まあ一旦離れてってことになるでしょう。はい、うん、別の人に聞いてみましょう。うん、あら、なんで機嫌悪くなっちゃったのかしらね。うん、ねえ、事件って言ってたわね。事件、何かあったのかしら。じゃあ他の看護師ちゃん見つけちゃいましょうか。はい、はい、でどんな人に声かけたいとかあります。はい、なんか、あの、長年勤めてそうなおばちゃんみたいな、いません。なるほど。じゃあ長年勤めてそうなおばちゃんのスタッフがいます。あの、すみません、ちょっとお伺いしてもよろしいですか。うん、あ、はい、何でしょう。まず、ここの精神科にこんだけお客さんが並んでいるみたいなんですけど、うん、何かあったんですかね。いや、それがよくわからないんですけど、なんか皆さん空に土星が浮かんでるのを見たとかいう、なんかよくわからないことをみんな言ってまして、あ、なるほど。それでちょっと今対応に追われてる状況でして。私もかかりたいくらいだわそうだったんですね。
そうなんです。お三方はち違うんですかね。あ、ちょっとお伺いしたいことがあって、うん、ハッタの西洋産婦人科ってご存知ですか。はい、じゃあそれ言うとこのおばあちゃんも機嫌が非常に悪くなります。幸運ないのか。あ、いや、あの子のことはうちとは関係ありませんのでお引き取りください。あ、すいません、じゃあちょっと産婦人科ってご紹介していただきたい。ザッ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 。ああ、聞き方が悪いか。名前出しちゃいけないのかもしれないわね。みたいね。ちょっと産婦人科で聞いてみましょうか。そうね。もう一人捕まりますか。はい、どんな人がいいですか。じゃちょっと新しそうな、はいはいはい、若めの女の子に、はいはいはい、じゃあ若めの女の子がいます。あの、すみません、うん、あ、はい、ごめんなさいね、ここって産婦人科はないんですか。あ、産婦人科ないんですよ。なんかちょっと前まではあったらしいんですけど、なんかなくなっちゃったらしくって。なくなっちゃったのね。なんでかしらね、うん、ちょっと、くるみちゃん聞いても大丈夫かしら。ん、何かしら、 あれを、うん、じゃあこっそり、聞いちゃおうか。まあ、15年前ぐらいにあったらしいですよ。15年前。あら、うん、なんていう、なんかこうかかりつけのお医者さんだったとかわかります。かかりつけのお医者さん、あの、こう、その産婦人科のお医者様というか、うん、あ、まあ何人かいましたよ。ああ、なんですけど、あ、でもこれはちょっとなーって感じで、じゃ口がゴモゴモしだします。いい、信用じゃないんだよな。信用か、信用はなんかもうちょっとなんか理由が欲しい ね。私たち、あの、西澤さんって方を探してるんだけど、うん、ご存知ないかしら。ああ、なんだ、どこまで分かってるんですか。西澤さんは向こうの第三倉庫の管理員ですよ。ああら、うん、あっちあっち行って、じゃあ指差した先に確かに第三倉庫っていうのがあります。うんうん、じゃああそこにいらっしゃるのかしら。うん、そうそうそう、まあ、なんだ、まあ、あの人が一番詳しいし一番口が軽いんで。あら、ああそうなのね。なるほどね、うん、分かったわ、ありがとう、ありがとう、うん、あ、いえいえ、次のお客様って感じで、じゃあこうパタパタパタって走り去っていきます。そっちだったか。なるほどね、じゃあちょっとその西澤さんって方に話を聞いてみましょうか、うん、そうね、行ってみましょう、はい。ではあなたたちは、第三倉庫と呼ばれるところに行きます。第三倉庫では一人のおばちゃんのこう職員スタッフが、倉庫整理をしてますね。ふうよいしょ、よっこいしょ。どうもこんにちは、うん、ん、あら、あら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 、こんなところまで、どうしたの。いや、私たちちょっとね、西澤さんに会いに来たのよ、うん、あら、私に、なになに、何の話。いや、なんかね、ここに昔産婦人科があったって聞いたんだけども、うん、そうなのよ、そうなのよ、聞いてくれる、私の話聞いちゃう聞いちゃう。いやね、私ね、昔ここのね、産婦人科のナースだったのよ。それもエースよ、エース。あら、そうなの。バリバリに働いてたんだけどね。すごいわね。いや、うん、産婦人科なくなっちゃってね。うん、今じゃあここの倉庫番よ。もう窓、もうね、もうあの、端っこも端っこよ。え、なんでなくなっちゃったの。いや、それがさ、聞いてよ、うんうん、15年前にね、なんか医療ミスみたいなやつが発生しちゃってね、うんうん、餌することになっちゃったの。まあ世間では新生児誘拐事件とかって言われてるやつね。あら、新生児誘拐事件、あ、もうそのままの通り、うん、なんか誘拐されちゃったのかしら。そうなのよ、物騒な話よね。しかもね、まだ犯人が捕まってないの。あら、うん、というのもね、まあ、誘拐事件なんだけど、身の代金の請求とか何にもなかったらしくって。そうそうそう、そのせいで警察も手がかりなしでお手上げですみたいな感じだったのよ。ああ、もう本当にその赤ちゃんが欲しかったみたいな感じだったのかしらね。かしらね、もう恐ろしい話よね、うん、大変だったわね、うん、まあね、本当は病院ごとお取り潰しレベルの不祥事なんだけど、うんうん、まあなんかね、上の方でね、こうね、あれがね、それでねって、こう指がお金のマークになってます。まあ、病院自体は続くことになったみたいなんだけどね、さすがに産婦人科はなくなっちゃってね。ね、西澤さん、あらあら、なになに、あの、その時の親御さんとかってお名前分かったりします、うん、あー、鳩野さん、あー、鳩野さんって、もしかして鳩野小夜さんですか。
そう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 、誘拐された新生児が鳩の作用っていうのよく知ってるわね。あら、うーん、新生児が鳩の作用っていうの、誘拐された子が鳩の作用ちゃん、ね、あら、そうなのね。なんか特徴とかとか覚えてますか、その子の特徴。いや新生児だからね、特徴も何もないと思うけど、まあ事件の特徴ならめっちゃあるわよ。あ、知りたい知りたい。いやね、それがね、聞いてよ、その新生児室がね、鍵もかかってて、鍵にも細工の痕跡もなくって、監視カメラにも不審な動きは何も映ってなくって、うん、警備員も不審な人影は一切見てなかったっていうの。そうだからね、こうなんか本当に赤ちゃんが急にポンと消えちゃったみたいな感じなのよ。あら。でね、これはね、ここだけの話なんだけど、こそ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 、そのね、当時のね、産婦人科の医師がなんかなんとかっていう企業と癒着してたみたいな話があって、うんうん、当時その企業のね、社員がね、産婦人科内ちょこちょこうろうろしてたのよ。で、私はそいつらが絶対怪しいと思ってたんだけどね、うんうん、でこう数ヶ月前からその企業の人がなんか知らないけど見回りするとか言い出したりとかして、絶対おかしいじゃない、うん、おかしいわね、うん、で警察にも伝えたんだけど、うん、まあ、結局のところ何の証拠もありませんでしたみたいな感じで終わっちゃったのよ。あ、おかしな話よね。そうね。え、そのなんとかっていうのって柏さんとかだったりしない？柏田さん、あ、その名前も聞いたことあるわね。全然別件だけど、数日前にも、そうそうそう、何日か前にも新生児誘拐事件について聞きに来た教授がいたけど、それが柏田みたいな名前だったわね。企業の方はあれよ、あのなんか何だったかな、なんかあのなんか働いてなさそうな名前の企業よ。ニートン工業化学工業、それ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 、あれ働いてなさそうね、確かに。そう、日がない一日こう家の中で布団にこもってそうな名前の企業でしょ。ね、そうね、なんていうネーミングセンスの勤勉に見回りまでしてくれるなんて絶対おかしいと思ったのよ、おばちゃん、わかる。いや、もうおばちゃんの言う通りよ。でしょ、うん、誰も取り入ってくれないし、もう産婦人科のエースから倉庫場に格下げよ、私も。いや、ひどい話ね、も格下げよ、変わったもんじゃないわ。大変だったのね。みたいな話をずっとつら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 言いますね、このおばちゃん。止めるまで話が止まりませんね。すごいわ。はい、その間ロシちゃんはこう倉庫をキョロ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 見て回ってまして、うんうん、って言って、じゃあこうなんか。くるみちゃんがずっとおばちゃんと話してるから、うん、こう椿さん椿さんってそいつそで引っ張りますね、クイクイッて、こう、うん、聞きながらロシちゃん泣いてしてます、うん、なんか本がいっぱいありますけど、ここがあれですかね、図書館みたいなやつなんですかね。ここはね、倉庫っていうのよ。倉庫、あ、じゃあ図書館とは違うんですね。そうなの。いや、図書館だったら教授の本あるかなって思ったんですけど、図書館の方はね、あの夏目さんたちが行ってるから、うん、また今度行ってみよう か。あ、そうですね、失敗したな、うん、教授の本探しておいてくださいって言い忘れちゃった。そう、多分でも探してくれてると思うよ、うん、本当ですかね、うん、じゃあ帰ってきた時に持ってきてくれるかなって、じゃあルンルンしてます、ウキウキルンルン。じゃあねって言いながら、こう片耳でくるみちゃんたちの話を聞いてる。まあおばちゃんから出る情報は大体こんなもんですね。うんうんうん、くるみちゃんそろそろ。あ、そうね、いや西澤さんありがとう、いろいろ聞かせてくれて。あら、いいのよ、おばちゃんもうずっと暇だから、もうまた話しに来てよ、うん、もうおばちゃん話することだけが生きがいだからさ。また来るし、私ちょっとバーの店長もやってるから、いつか遊びに来て。あら、いいわね、行くわ。どこどこどこのお店なの？新宿2丁目なの。ちょっと一杯ごちそうするわよ。ちょっと気軽には行けないわね。まあ長期休みとか取れたらでいいわ。うん、そうね、その時遊びに行くわ。待ってるわよ。うん、って感じで、じゃあ去っていきますか。はい、行きます。くるみちゃんさすがね。いや、やっぱね、ああいうおしゃべりなおばちゃんのお話を引き出すのは私の役目みたいなとこあるから。まあ、あの人何もしなくてもね、あの人何もしなくても勝手にしゃべりそうだけど。しゃべりそうだったけど、なんかおだててたからね、私ね。でも乗せてくれたから、ね、そうね。他にこの病院でやっておきたいことはありますか？いやでもカルテとかないだろうしな。
あっても見れねえよ。そうね。確かに患者さんとかからって言ってもあれだよね、多分土星の話しかしないでしょうしね。ねえ、土星の話聞いたところでは多分私たちと同じ情報か数字見てた人とかいるのかしらね。ああそうね、うん、でも聞いてもなんか余計なんかこう煽って変に暴れられても困っちゃうし。確かに。うーん、他か、まあ、ないならないでも大丈夫ですよ。必要な必須の情報はもう抜けたんで。わ、うんうん、かりました。じゃあまあ忙しいみたいだし私たちも帰りましょうかね。そうね、だいぶいろんなことが聞けたし、うんうんうん、行きましょう。あ、じゃああれやっとこうかな、どうしようかな。 GD2 で風呂、1が出たらやる、1が出たのでやる、うん、はい。ではですね、あなたたちが、じゃあ、どうしよう、どこ行きます。一旦喫茶店帰る、図書館で合流する。まあ図書館寄ってこうか。 OK、ではあなたたちが、一旦図書館に行こうかと思って外に出たタイミングで、ああ雨がやみます。おあなたたちは上を見てもいいし見なくてもいい。どうしようかしらね。いや見ないとな、数字が気になるんですよね。ま、まあ、そろそろ慣れたでしょう、くるみちゃんも。そうね、見るわ。つばきさん3回目です。見ます。はい、では2人ともが空を見上げると、そこには何度見ても異様な巨大な球体が浮かんでるだろう。3チェックが入ります。3回目の人はいりません。やった見続けてよかった。あら、また土星が出てるわ。ダメね。私もうこの現実受け入れられないわ。はい、じゃあ 1D6 ですね。ああ、頑張れ頑張れ。最大値。おい、はい、測定検証して、ID 派。ちゃんたらもう。夏美ちゃんと変わらない。すごいですね。ゴリゴリ減るわね、本当に。こんなにヘルシーの量じゃないんだけどな。ちゃん大丈夫。でもほら、狂気のあれが。そうよね。うん。あ、成功しちゃった。はい、じゃあ、くるみ沢は土星に釘付けになってます。あらー。狂気の洞察もできますよ。やります。エディア振ります。やります。エディア、ここなんか失敗するような気がするんだよ。大丈夫よ。おー、 1D3 1出てくれないかしらね。欲しいね。ダメね。ダメだ。では数字的にはどんなもんかな。じゃあ 1200000km でした。1200000、近づいてる、近づいてるわね。なんか聞いた話よりは。はい、まあそうですね、前回椿が見た時よりも結構近づいてる。なんで遠ざかったのに、まあ、大きくなったかな。なんで、椿はどんな行動しますか。発狂してないので何でもできますよ。あの22だったところを確認していいですか。なるほど。まあ、もう1回見たので分かるでしょう。22のところは22と、再び22と書いてありました。また22、うん、そこは変動していないようですね。といったところで、ザビザー、あわわあわわわ、いやー、はい、ロシちゃん怖い怖い、ツバキちゃん怖いわって言って、2人のことうわはい、これじゃあ大丈夫よ、私も見えたから、あ、見えた、よかった。そうなると同時にですね、病院がいきなりこうざわざわしだします。でまた土星が、やはり俺の目は狂ってるんだみたいな感じの声があっちこっちでわーって上がって、あらあら、医者たちがてんやわんやになってます。全員失敗してる。私もおかしいのかしら。ちょっとくるみちゃん大丈夫よ、みんな見えてるから。本当に私おかしくない、うん、大丈夫。なんだよかった。ただ大きくなってるのがちょっと気になるのよね。そうね、そう、
ですね、なんか皆さん賑やかですね、うん、そうね、ちょっとここは空気的に良くないから早く駅の方行きましょうか、うん、ちなみにそうですね、あの教授の方も気になりますし、ロシちゃんは土星見たのかしら、うん、ああ見ました、大きいですね、ああ、大きかったね、怖かったね、もう大きかったですね。ロシちゃん22って数字なんか覚えあったりする？22ですか、うん、おーんって、じゃあこう体ごと首が傾いていきます。分からなかったら、いいんだよ大丈夫よ、ありがとう、ごめんなさい、私もちょっと力になりたかったんですけど、シュンシュン十分よって言って両つ引いて駅に向かいます、うん、はい、ではあなたたちは駅に来て電車に乗りますね。やめてください、来るな、知らんけど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 、来るな、嫌です。次は中央図書館、中央図書館、ではあなたたちは図書館へとやってきましたといったところでシーンを移しましょうか。はい、時は巻き戻り13時過ぎ頃、図書館のページを探すので少々お待ちください。ありました。早い。中央図書館は、開館9時、閉館が18時って感じですね。まだ空いてますね。最寄り駅は中央図書館前駅。で、あなたたちは降りたってところから再開しましょうか。はい、目の前に図書館があります。さあ、調べるにしても何を調べよう。中入りますか。あ、入ります。はい、入りましょう。では、あなたたちが、中央図書館の中に入りますと、玄関のエントランスのそばにある、掲示板にあるポスターがふと目に留まります。うん、近寄って見てみれば、それは、ニートン化学工業社内見学会の広報ポスターだということがわかるでしょう。うん、その内容は、ニートン化学工業赤切り支店に、支店っていう場所の最上階に一般に向けた展示施設が存在してまして、そこは年中無休で見学が可能でして、合わせて担当の社員も案内しますので、無料ですし、からこうなんか冬休みの自由研究とかみんなおいでよみたいな感じのポスターが貼ってありましたね。これで2の化学工業の場所が分かります。ここです。なるほど、はい、住所は自然公園のど真ん中を指してますね。なるほど、はい、でまた、まあ、年中無休で見学やってるよってこともわかるでしょう。で、時間とかの指定って、まあ、特にはないかな、まあ、常識的な時間ならさすがに夜中とか早朝とかはやってないと思うけど、なるほど、常識的な時間ならやってるでしょうね。はい、ということでやってきました図書館。いや、ちょうど一個知りたいのは知れたな。そうですね、本を読まったもん。いや、まあ、でも他の情報もあるかもしれないから。そうですね、そうやな、うん、調べるだけは、うん、調べるだけは、うんうん、さて、じゃあ一人ずつ何を調べるかの宣言をして、それから図書館の判定を行って、成功すれば何かしらの情報を得ることができます。で、その情報、その調べた内容の本はこの図書館にはないよっていうのも情報です。ああ、なるほど。で、一周するごとに時間が経過していきます。なるほど。なるほど、なるほど。はい、じゃあ。ということで、一人ずつ何について調べるかの宣言をまずお願いします。早速、アルベートプロジェクトについて、情報がないか。はい、では図書館どうぞ。いや、70な。いや、ここに来て俺心配になってきた。7割くんを信用するのよ。いけ、ダイスを信じろ。いけるって、いけ、いける、やってくれると信じてた。さすが。ルビーズプロジェクトどこだ。まあ多分これだろう。ね、はい、じゃあ情報貼りますね。
アルベールプロジェクト、アルベール計画というものがヒットします。アルベール計画とは、タイタン社という会社が独自に行っていた土星探査を目的としたプロジェクトです。この計画によりアルベールという探査機が2018年に土星へ打ち上げられましたが、探査機からの信号がロストし計画は失敗しました。で、重ねてもう一回図書館の判定ができます。お、いや、お前は、いや、いけるよ。あ、え、夏目、いけるって？あ、お前いけんの？いけるよ。じゃあ追加。とある雑誌にてアルベール計画という単語を含んだ記事を発見します。大手雑誌ではなく、芸能人のゴシップなどを専門とする三流誌で信憑性については保証できない。APL に三流の記事の情報を貼ります。三流誌の記事、ほいほい貼りました。せっかくなんで調べた人が読んでください。あ、じゃあ少々お待ちを準備をするんで。わあ、すごいわ。意外とある。意外とある。長いわ。うん。じゃあ読ませていただきます。はい、よろしく。アルベール計画の研究者、多くが行方不明か死亡、連続殺人か。数年前から発生している研究者の死亡事故や行方不明事件が一つの共通点を持っていることが独自の調査で明らかになった。被害者たちは皆アルベール計画に深く関わっていたという経歴を持っていたのだ。アルベール計画とは、読者諸君もご存知の通り、日本民間企業タイタン社が独自に行っていた土星探査を目的としたプロジェクトだ。アルベール計画について軽くおさらいをしておく。土星探査計画が発案されたのはかなり前の話だ。カッシーニに影響を受けたプロジェクトであるとタイタン社からは公表されている。広報活動も含めた企業作戦であったのだろう、企業戦略であったのだろう。しかし探査船の打ち上げまでは成功したが、事故により探査機が制御不能となり計画は失敗した。そして一時は民間企業が惑星探査に乗り出すということで注目を集めていたものの、計画は失敗により世間の目はこの件から急速に離れていった。だが世間を騒がせる事件が再び発生する。この件の責任者であった男がまさかの自殺。遺書などが残されていたかも不明で、詳細は全く語られなかったが、当時は計画の失敗に責任を感じたものだと推察されていた。この影響とそもそもの計画の失敗による赤字や多額の負債であってると思う。はい、そもそもの計画の失敗による赤字や多額の負債などからタイタン社は倒産することになる。アルベール計画は完全解体され、事件は収束したかのように見えた。しかし我が社の取材の結果、事件はまだ幕を下ろしていないことが明らかになったのだ。記事の初めでも述べた通り、数年前から研究者の死亡事件や失踪事件が多発している。それぞれの事件は他殺、自殺、交通事故など関連性は薄く、すでに解決となったものばかりだが、全ての被害者はアルベール計画に関わっており、具体的には探査機アルベールの第4開発部に所属していた人間だけがこの件の被害者であることまで判明した。確かにそれぞれの事件に共通点はない。しかしここまでの偶然の一致があり得るだろうか。何者かの意図を感じざるを得ない。警察や他のマスコミもこの件についての言及はあえて避けているような印象を受ける。何か大きな陰謀がこの一連の事件の裏に潜んでいるのではないだろうか。最後に第4開発部のメンバーリストによると、部署の所属者は合計で27名、一連の事件の被害者は20名で、メンバーにはもう1名だけ生存者がいるようである。所在が確認でき次第接触を試みたいと考えている。岸山雅治、うん、岸山雅治、うん、岸山雅治と書いてありましたね。なるほど。そんな感じですかね。27名、被害者は20名で。長かった。
うん、まあ、図書館は情報がいっぱい出ると事前に言っておいたので本当だ全部私が読んでると喉が潰れるので確かに、あでも結構重要な情報やと思うなこれ、ね、はい、タイタン社っていうのが、うん、では次新しい情報かな、うん、お次誰いきますか、うん、ですね、もう渡辺さんかさかなクンのどっちかなんですけど、そうですねどうしよう、これにに新田ほのかさん、新田ほのか、あ新田ほのか、うん、新田ほのかについてのなんか、うん、キーワード検索みたいなのかけてみて、かけてみます、はい、では図書館でどうぞ、成功しろ、よし、お、では特にヒットするものはありませんね、あらあら、うん、まあでも偽名かもしれないっていう、うん、なるほど、相談してもいいですか、はいはい、あプレイヤー側がいいんですけど、どうぞ、 さっきあのまあ自分らは聞いてないことやってますけど、あのおばさんがめっちゃ教えてくれてたじゃないですかあれはあのハトと最後、そう、あそうですね、三分時間、そのなんか新聞があればって言ってたけど、こっちはあれ知らないから、まあでもハトの最後産婦人科っていう名前だけは知ってる、うん、だけ、あじゃあそれを検索にかけるがいいのか、うん、あとの最後に調べます。そう、まあやったらどうなんやろうな、合流するとか、あでもそれも知らんのか、あでも喫茶店の時点でなんかそれの新聞ないかなっていう話はしたから、うん、あ、うん、全然いいと思う、ああとかしましたっけ、うん、したしたしたしてたしてた、じゃあやっぱ新聞を、あでもどうなんだ、来てから結局もし新聞見るなら自分違うこと知った方が、でも来ること自体は知らんから、うんうんうん、まあだし来れるのも確実かどうかはってことですよね。そうね、まあ調べといて、うん、まあ時間はどうやろうな、今日許す限り調べていいのか、またまたちょっと別行動した方がいいのか、そうですよね、あとおばちゃんから出てない情報が出る可能性はなくもないから、うん、そうですよね、うん、その親の名前とか、まあ、うんうん、まあ、一回じゃあ新聞を、何について調べますか、そのなんだっけ、鳩のお世話について、あ違うわ、あそうか、どうやって、あ総合病院のその昔あった産婦人科のことですかね、うん、まあいいでしょう、図書館どうぞ、はい、おお、では新生児誘拐事件についての情報が出てきますね。うんうん、鳩の際の新生児誘拐事件について調査。赤切り総合病院での新生児誘拐事件の捜査は、赤切り県警によって長く続いたが、その回も虚しく、事件は迷宮入りとなった。うん、記事によれば、当時、新生児室は完全に施錠されており、鍵などの持ち出しもなかったとされ、監視カメラにも不審な人影は確認されない、いわゆる密室状態であった。また鳩の作用の両親は事件の振動から心中自殺により他界したといったような内容がわかるでしょう、ああなるほど、うーん、あーで、これで一周しましたね、うん、では、ロビーがカランコロンと、いやウィーンかウィーンと開けまして、見覚えのある3人が入ってきますね、おお、おお、ヤッホー来ちゃったあお疲れ様です。お疲れ様お疲れ様、何か分かったかしら、いやーもうなんもペンペングサですわペンペングサペンペングサがあれば収穫があったということなのでは確かに産婦人科のことをあの新聞で見たら事件のことが、あら、あちょうど私たちも聞いてきたのよ、新生児誘拐事件ってやつ、 あそうですそうです、
あ、病院で直接聞けたんですか。あ、そうなのよ、なんかね、おしゃべりしてくれるいいおばちゃんがいたのよね。ああ、あのメモにあった西澤さんがいらっしゃって、そう、そこに書いてあったあの鳩の小夜っていう、その鳩の小夜って子が誘拐されちゃったらしくて産婦人科がなくなってしまったらしいの。そうなのよ、なかったのよ、総合病院に産婦人科が。おーみたいですね、うん、なるほど。さかなクンが見つけたその新聞って他に何か書いてたには、まあその誘拐された子のご両親はちょっともう他界されているっていうことと、うんうん、まあそうですね、本当にあの密室事件だったっていう。そうよね、なんかカメラとかにも怪しい人物映ってなかったみたいなこと言ってたわ、うん、ああ本当にその通りみたいですね、うん、うん、まあそんな感じです、うん、夏目さんはちょっとねアルベール計画について、うん、詳しく調べてみたらちょっとすごいことが分かって。あら、何かしら。なんかそのもともとアルベール計画、いわゆるアルベールプロジェクトっていうのが、タイタン社っていう民間企業が独自に行ってた土星探査を目的としたプロジェクトみたいで、うんうん、でそのカッシーニっていうものに影響を受けたってでタイタン社から公表されてるもので、うんうん、けど探査船の打ち上げまでは成功したんやけど、事故でその探査機が制御不能になって計画が失敗、うんうん、でまあ注目を浴びてたんやけど世間の目からは離れてったっていうような、まあ軽い話やと思われてたアルベール計画、うんなんやけど、うん、その何やったかな、責任者が自殺してしまった。あら、うん、で遺書が残ってるかとかも全然不明で、まあ最初当時はその赤字とか責任から自殺したんじゃないかみたいな話になって、うん、まあ赤字からタイタン社は倒産してしまうことになって、そのアルベール計画自体はなくなったもんやって思われてたんやけど、実はそのアルベール計画に関わってたその探査機アルベールの第4開発部に所属してた人間だけが次々と自殺他殺交通事故みたいな事件に巻き込まれる死亡、うんが多発してて、その第4開発部のメンバーリスト、まあ、所属者27名おるうちの、一連の事件の被害者が20名いて、うんうん、でそのメンバーの1人だけが生存してるらしいのよ。あら、で、ね、それと関係あるであろう人間が柏田の研究ノートに書いてあったアルベルプロジェクトの元メンバー、うん、偽名か分からんけど新田穂乃か女性やったんじゃないかって、まあそのスーツの女。あ、なるほどね。残りの一人が、うんうん、そう、残りの一人が新田穂乃かっていうことまで嗅ぎつけて接触を図ったんじゃないかって。で、その女性が言うには、まあ、ニートン化学工場を調べろっていうんやから、うんうん、うん、そういえばそうね、うん、おばちゃんは言ってたよ ね、 そうね、ニートン化学工場に、そう言ってたのよ、聞いてくれる。どうしたどうしたどうした、はい、おばちゃんが言ってたんだけど、ニートン化学工業の人たちがその新生児誘拐事件が起きる数ヶ月前くらいからこううろちょろしてたらしいのよ、病院の中を。あ、その産婦人科内を。そうよ、うんうんうん、でなんかあ、まあ、やっぱ、ね、おばちゃん的には名前の印象が悪かったらしくて、うん、
やっぱちゃんとねえ、あの見回りしてくれるわけがないって思ってたから覚えてたらしいんだけどね。うん、あ確かにニートやもんな。そうなんか働いてなさそうな企業やもんな。そうそうそう。風評被害。そうだからなんかその事件に絶対関わってるんじゃないかっていう風にねおばちゃんも言ってたのよ。うん、なんかちょっとそれはあかそうアルベールプロジェクトのその名前とその新生児誘拐事件となんか関わりがあるんじゃないかしらって今思ったわ聞いてて。しかもほらでもその、うん、あるよな。新生児が誘拐されるちょっと前ぐらいからそうニートがやってきたみたいな。そうそう。しかもあのニートがやってきた。ニートがね。あれよね。キパキパ、はい、今ロシちゃんどこにいます？あ気がつきました。うん、あなたたちが話に夢中になっているとなんとロシの姿がありません。なんですって？あれ。なんと入ってこんなと思ったけど途中でいなくなったなと思ったら。っていうのと、そなんと新生児誘拐事件が15年前っていう話だからロシちゃんかなって思ってたのよ。ロシちゃんのことなのかなって思って今15年前そうなのよ。で聞かせないようにするためにと思ってたらいないっていういやロシちゃんのいるところはもう一つしかないでしょう。女子トイレしげえよ樫田教授の本が置いてあるとこや。おお。いやそんな本置いてあんの？いや知らん。これから探そう。とりあえず探しましょう。そうね。はい。そうですね。ではですね、あなたたちがロシを探しに行くと、いやすぐ見つかります。あよかった。よかった。あよかった。ロシちゃんびっくりしたわもう。そうですね。天文学の本のあたりをうろ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 してまして、あれおかしいなあれって言いながらちょっとあっち行ったりこっち行ったりしてます。どうしたのロシちゃんそんなとこうろうろして。何か。その探しもんか、うん、その柏田教授の本を探してるんですけど見つからなくて。あら、あのロシュ一緒に探して。あはい、あのね勝手に一人でどっか行ったら心配しちゃうから一言声かけてほしかったな。ごめんなさい、なんかみんなお話に夢中だったから邪魔するのも悪いかなと思って、ごめんね、気づかされてしまった。いや俺が悪かったそんな泣かないでもてれれてて終わったエンディング。そうね、少し探しましょう。この辺で ねもしかしたらすでに借りられちゃってるのかもしれないわよ。ああそうなんでしょうか。まあ、一応探してみましょうかね。うん、人気すぎてね。じゃあ図書館の判定をできますね。じゃあ探そうかな。夏目も探しましょう。よいしょ。おー失敗してる。あれ図書館図書館。あやばっ。ダメだわ。ほう失敗した。でもウーちゃん成功してるんだよね。よし、あよかったよかった。じゃあとりあえず成功したお二人は、いや図書館内に柏田の著書を見当たらねえなって思いました。いやもしかしたら全部貸し出されてるのかもしれませんね。柏田教授だけにな貸し出されてるとやっぱり貸し出されちゃってるのかもね。あそうなんですかねって言って、じゃあこうシューンってしょんぼりします。いや直接あの会って本もらえばいいじゃない。うん、そうですね、そうしましょうか。サインとかもらえるかもしれないもんね。そうそう確かに、うんうん、直筆サイン入りでもらいましょう。そうそうそう、うん、希望を持ってじゃあキッチから入れてますね、うんうん、よしその息や、うん、ロシちゃん、うん、ありがとうございます。ちょっと私違う本棚にもないか探してみますね。もしかしたらこう返し間違えて天文学じゃないところにあるかもしれませんし。そうね、教授じゃねえわ、キピー、はい、日記の方、日誌の方にアルベートプロジェクトって書いてるんですけど、うん、はいはい、あれはね誤字です。あ、わかりました。どっちが正しいアルベールが正しいです。アルベール、あーあーなるほど。すいませんね、あれ俺が謝るのもおかしいんですけど、ね、訂正し忘れてましたね。アルベールが正解です。だと光って意味なんで、どっちなんだろうと思って。アルベールが正しいです、うんうんうん、あ光、光ですね。でタイタンが同性なんで、うんうん、おーそれ、あ教授が多分書き間違えたんでしょう。あなるほど、教授おちゃめだな、まあ、ガシダちゃんたらわかりました、ありがとうございます
なるほど。これ1年またいでもごじってますよね。1年ぐらい。一回なんか間違えて覚えちゃったらね、ちょっとね。10年またいでた。染みついちゃうからな。そうそうそう。一回間違えちゃうとね、土ポロッと出てきちゃうのありますからね。ピーがね、ロシちゃんって言っちゃうのと一緒で。そうそうそう。確かに確かに。そうそう。つぼみちゃんって名前なかなか出てこないですからね。そうそうそう。あ、そう、つぼみです。あ、すいません、ありがとうございます。はい。待って。ではそんな感じで一通りの図書館探索終わったあたりで、じゃあちょっと休憩にしましょうか。いい時間ですし。はい。はい。マジだ。すごい。ジャストすごいでしょ。これがキーパーの調整力ですよ。わあ、すごい。もうちょっとゆっくり読めばよかったな。さあ、俺ロシのセリフを早口で言うんで。巻きに行かれる。巻かれるの嫌。